トランプ前大統領が銃撃されるという、はい、本当に紙一重で、うん、かわしたというか、はい、まあ、当たってはいる、耳負傷してはいるんだけれども、うん、ね、はい、いや本当にあれは奇跡的に助かったなと、もう、うん、即死でしたね。そうですね、あれちょっと興奮向いた時だったでしょ、はい、うん、そのままだったらもしかしたら後頭部とかに、そうですね、後頭部行ってもそのまま即死っていう終わりだったんじゃないかというふうに思いますよね、うん、はい、もう脳に達したら終わりですからね、終わりですね、はい、ということでギリギリ、なんとか生き残ってくれたということなんですが、うん、読売新聞の記事でスキャナー米大統領選へ衝撃、トランプ氏銃撃、うん、支持者さらに結束かという記事が出ていますね、うん、はい、米共和党のトランプ前大統領が13日の集会中に銃撃された事件は米国社会に大きな衝撃を与えた、容疑者は射殺されており現時点で動機などは不明だが今後の選挙戦に影響を及ぼしそうだということですね、はい、ステージの近くで事件の一部始終を見ていたロン・ムースさん66歳はトランプ氏の力強い姿に心を動かされた、英雄のようだったと振り返った。トランプ氏が銃撃を受けた後に拳を突き上げた写真は支持者の SNS などで広がっている、今後の選挙戦で結束がさらに強まりそうだ。2016年大統領選で当選したトランプ氏は対立を煽るような政治手法を取った、20年大統領選をめぐっては不正があったと主張して敗北を認めないトランプ氏の支持者が翌21年1月に連邦議会、議会選挙事件を起こした。社会の分断が進む中で大統領候補の暗殺未遂という今回の事件について米メディアからは民主主義の根幹ともいえる大統領選の行方を懸念する見方が出ている、ウォールストリートジャーナル紙は銃声は大統領選が醜い結末に終わるという不安を増幅させたと、うん、伝えたということですね、はい、で共和党は、うん、もうバイデンが悪いと、もう民主党が悪い、うん、まあ、そういう論調もやっぱ共和党内から、はい、出てきているところがあって、うん、まあ、そのバイデン陣営も、うん、まあ、トランプ批判のテレビ CM なんかを、自粛するような、はい、状況になっているので、うん、まあ、大統領選への影響というのは相当これは出てくるだろうなと、うん、はい、だってもう直前ですからね、そうですね、うん、今年の11月に投開票を迎えて、はい、で今正式に、はい、指名候補として、はい、まあ、本選戦っていくという流れになっているので、まあ、これ与えた影響は非常に大きかったんじゃないかなということなんですが、はい、まあ、やっぱアメリカらしいですよね、まあ、このなんか事後の対応というか、はい、うん、含めて、まあ、トランプがすごかったですね、うん、ガッツポーズをやるところがやっぱりこう持ってる男というか、そうですね、こうなった時は自分がどう振る舞うかっていうのがパッとできちゃうっていうところが、うん、あれでちょっともう神に守られた存在みたいな、うん、イメージを与えてしまうというか、ができましたよね、うん、はい、イメージですよね、はい、それは、うん、で今回撮られた写真というのが非常に、はいはい、象徴的な一枚になっていますし星条旗が ね、 そうですね、後ろにバッとあって、うん、はい、あれをやっぱ撮ったカメラマンもすごいなと思いますね、うん、やっぱその場所にいなければいけないし、はい、だって銃声鳴ってるところ で、うん、でトランプさんもう血流してるわけですから、あ撃たれたなっていうのはある状況で、うん、はい、それを撮っていくっていう、 そうです、そのやっぱ危険を顧みないような、うん、姿勢っていうのもやっぱすごかったなと思いますし、はい、まあ、カメラマン以前ピューリッツァー賞を撮っていたっていう、はい、もう凄腕の、うん、カメラマンだったというのも明らかになってますし、はい、使っていたカメラが、うん、すごい個人的な話ですけど、うん、ソニーだったっていう、おうおうおう、やっぱこれだけ、はい、やっぱソニーがもうプロカメラマンに使われるようになったんだなっていうのが、はい、これまあちょっとずれてますけど、まあ、ニコン、キヤノンのね、はい、が基本ですから、はい、そこにソニーが今入ってると、そう、一眼レフ時代は、うん、やっぱキヤノン、はい、ニコン、ここが強かったんですけど、はい、ミラーレス時代になってやっぱソニー生きてるんだなっていうのが、うん、まあ、今回の事象からも明らかになったなと、はい、よくソニーだって分かりましたね、なんか情報が出てたんですよね、あ、そうですか、はい、でレンズと、はい、そのカメラ本体、うん、アルファ9-3で撮ったという話なので、それ70万ぐらいかな、はい、なるほど、するカメラではある、はい、まあ、結構高いカメラではあるんですけど、うん、やっぱプロは使うような、はいはい、カメラなので、あれは永遠に残る一枚、そうですね、まあ、ピューリッツァー賞とか、はい、まあ、何らかの賞は取るんじゃないかなと、う、ね、はい、もう今年を象徴する一枚になったんじゃないかなと、ね、だからその大元の事件としてはもう許されざる民主主義に対するもう敵対行為というか、うん、もう民主主義に対する挑戦、はい、もうテロ行為でしかないんですけれども、はい、まあ、それをこう、なんていうか戦う姿勢を示して、うん、なんていうか姿勢を見せたトランプ氏の凄さっていうのが今回見えたんじゃないかなと、はい、うん、いうふうに思いますね、はい、いや、あれは木を見るに瓶というか、うん、すごいすごいなというふうに本当に一言で言うと、う、ね、はい、だからバイデン大統領は高齢問題というのが指摘されるじゃないですか、うん、はい、その老化によって、うん、その大統領の職務を
全うできるのかと、はいいうところ で、うん、で今回のやっぱ危機的な状況で、うんまあ、トランプ氏も年ではあるんだけれども、うん、まだまだしっかり、はい、強く戦う姿勢を示すことができるっていうのが、うん、やっぱりイメージとして、まあ、相当広がったんじゃないかなと思いますし、はい、翌日ゴルフやってましたしねすげえなすげえなっていうかね全然もう、うん、関係ないよとタフですよね、はいうん、なんかよく食べるし、はい、よく飲むし、はいなんかコーラダイエット広告でしたっけ、そうそうなんかやたら飲んでるっていう話ありますし、ホワイトハウスの時にコーラ専用ボタンがあったっていう、うん、このボタンを押すとコーラ持ってくるっていうそうですよね、はい、例えばこの背景の解明っていうのは、うんまあ、容疑者が亡くなったので、はいまあ、すぐ射殺されたということなんで、うんはい、ちょっともう分からないものも多いからこそ、うんまあ、陰謀論とか当然、ね、偽情報とかもう本当いろんな陰謀論が出てますねすでに、うんはい、そうなんですよね、うん、で、まあ、こういう状況を速報で伝えたサンデーモーニングがちょっと問題になってまして、うんはいフリーアナウンサー善場貴子がキャスターを務める TBS 系報道番組、はい、サンデーモーニングは14日の放送で米国のトランプ前大統領が13日にペンシルベニア州で演説中に発砲音が鳴った事案をトップニュースで伝えたということなんですね、うんまあ、本当に まさにリアルタイムぐらいの、はい感じで伝えていたということなんですが、元外務事務次官のコメンテーター、薮中氏はトランプ氏が発砲音の直後に右拳を振り上げて無事をアピールしたことについて俺は元気だぞとむしろ選挙戦で言うと変な話ですけど有利に働く可能性があると指摘、前場もそうですねプラスのアピールにもなりかねないという感じもしますね、うん、と応じると今後この場面の動画などが拡散される可能性を示唆しながら共和党トランプ陣営がこれで結束していくきっかけにもなるかもしれない、うん、としたということなんですけど、はいうん、なんかやっぱ立場が分かるなって思っちゃうんですよね、はい、そのプラスのアピールにもなりかねないっていう言葉の使い方がね、うんはい、だからもう根本的になってほしくないんだなっていうのがこの、発言からも見えてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、耳だから、うん命は無事だと、うんまあ、耳もしかもなんかそのマジで近いところ打つとすげえ血が出ると思うんですけど、うん、ほんのちょっとなんでそこまでの血が出てたわけじゃないんで、うん、なので薮中氏はまだ分かるんですよ、はい、コメンテーターだから、うん、選挙戦がどう動くかっていうのを言わなきゃいけないっていう、うん、ただ善場さんの言葉の中にちょっとその、まあ、大事に至らぬことをお祈りしますって言って、うん止めるべきのなのが、まあ、普通の今までのテレビの放送だと思うんですけど、うんはいまあ、ちょっと、トランプとかは嫌いだなっていうのがちょっと取れるような感じはしましたね。まあサンデーモーニングですからね。まあそうですね。リベラルメディアですからね。うんはいまあ、前の、関口さんの、はい時から、うんまあ、一応なんか多分そういう偏りはないっていう建前だったんでしょうけど、はいまあ、実際に見てると、はい、ちょっとやっぱり寄ってんのかなとごちごちに寄ってますからね。そうですよね、はい、でもあんまりやっぱ話題にはならなくなりますよね、うん、関口さんがいなくなって、はいまあ、サンデーモーニングも久しぶりに話題を聞いたなという感じではありますけれども、はいねはい、関口さんほど左じゃないっていう感じがしますからね、うん、善場さんは善場さんは結構いろいろ渡ってきてますからね、うんねまあ、報道特集やったりとか、はい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 、あれ夜のニュースもやってましたっけそうですねニュース23とかやってたりしたので、まあ、本当に報道の、はいまあ、現場でやってきたという人間がついに朝の顔になってですね、はい、あのサンデーモーニングを率いてるということですけど、そうそうそう、あれはやっぱり視聴率高い番組ですからね、うんはいそうですねまあ、視聴率高いがゆえにこうやって注目を浴びやすい、うん、そうですだからやっぱ発言は結構注意が必要なのかな、はい、というのはありますよね、はい、いやサンデーモーニングをね、うん、やっぱ相変わらずだなという感じがしてしまいますけども、はい、動画のご視聴ありがとうございました、動画への評価そしてチャンネル登録もお願いします。カズヤチャンネル GX では、毎日18時に動画配信、毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますので、ぜひご覧ください。